当床は、低温が原因で生じる皮膚や皮下組織の障害である。極度の低温は、もちろん、摂氏零度を少々下回る程度の温度でも、長時間さらされると生じ、痛みを伴う。は、凍傷の意味である。摂氏零度以下の環境で皮下の血管は、収縮を始めるが、これは、中枢の体温を逃がさないための保護作用である。 極度の低温もしくは長時間の寒冷化にさらされると、この保護作用によって、皮下の血行は極端に悪化し、部位によっては血行不全に陥る。こうした部位は、やがて凍ってしまう。低温に血行不全が重なることによって、体組織は凍結し深刻な損傷が生じるのである。当症は、心臓から遠い部位を呼び寒冷にさらされる。 表面積が大きい部位に最も生じやすい。また積雪器の山や鉱山では頭症になる危険性が最も高い。後発部位としては獅子の指が最も多いが耳や鼻、頬などにも発生する。頭症は早急に治療されなければ組織障害は不可逆的なものとなる。頭症に侵された部位は組織の拒絶によって最初は紫色に変色し、 低酸素状態により神経障害を生じ知覚が失われる。初期の神経障害は可逆的であるが、神経組織がエシすると不可逆的になる。病状が進行すると治療を開始しても、水泡を生じるなどやけどによる組織エシに似た状態になる。やけどと同様に頭症による損傷部位は液感染性であり、表皮が切れたり破れたりしていないか特に注意してチェック。 しなければならない。相部の感染はエソに至る可能性を増やす。エソに至った場合は、病変部位は黒色化し、腐敗するか、ミイラ化するので切断や離断が必要となる。花がエ死した場合は、顔面形成術が必要となる。頭症の危険因子としては、ベータ作動薬の使用、糖尿病、末梢神経障害などがある。頭症に侵されたて一般的に頭症は、 皮膚の変色に加え、灼熱感やうずくような感覚、部分的、全体的な痺れ感、そして時に激しい痛みを伴う。もし治療が行われないと頭症に侵された皮膚は徐々に黒くなり、数時間後には水泡が生じる。幹部や血管が高度に障害されると餌が起こり、最終的に切断が必要となることがある。程度が著しい場合は、筋肉や骨にまで餌が起きる。 頭症によって破壊された皮膚は完全に黒くなり、だらりとして柔軟に見える。黒い皮膚は焼けたようにも見える。頭症に侵された部位は触ると冷たい。霜焼けは、闘傷と呼ばれ、頭症とは、生因も症状も異なる疾患である。20世紀後半頃までは、頭症部位に対しては、急な顔を避け、少しずつ温度を上げていくのが良いとされていたが、その後、 早急に過温する方が効果的であると認識されるようになった。頭症を治療するときは患者を温かい場所へ移動して治療を受けさせる。頭症部位は摂氏40度から摂氏42度くらいの湯につけるか、それが不可能な状況なら頭症に侵されていない人の皮膚に接触させて温める。これは患部に近くと運動機能が戻るまで続けるが、 この過程で神経が解凍されるに伴ってしばしば激しい痛みが生じる。頭症部位に含まれる氷の結晶が周囲の組織を傷つける恐れがあり、決して頭症部位をこすったり、叩いたり、振ったりしてはならない。温める処置は一定時間継続して行わなければならない。一度溶けかけた後に再凍結すると損傷をさらに悪化させるからである。 医療機関に収容された場合は、プロスタグランジン製剤や、抗血小板剤、抗生物質、ステロイドなどの投与が行われるが、あくまで治療の基本は過温である。追加治療として、高圧酸素療法を行うと、組織の低酸素症を防ぎ不死を軽減することにより、エシに瀕している細胞のバイオビラティを向上させ、もっと多くの組織をエシから救うことができるかもしれない。 しかし症例報告はあるものの、実際にその効果を証明する研究はほとんど行われていない。凍傷に関与する要因としては、極度の寒さ、濡れた、服、風による体感温度の低下、そして血行不良が挙げられる。血行不良は、喫衣類やブーツ、窮屈な姿勢、疲労、ある種の薬、喫煙、飲酒、糖尿病のような血管障害性の疾患で、 起こりうるまた、液体窒素のような極低温の液体は、短時間の暴露であっても、凍傷を引き起こす可能性があるため、科学実験室で作業に従事するものは、手袋や他の安全装備を着用して、予防措置を講じなければならない。もし激しい吹雪に出くわしたならば、早急に避難場所を見つけるか、もしくは体温を維持するために、 身体活動を活発にしなければならない。極寒の状況下では、凍症にかかりやすい人は、ウールの靴下、手袋、帽子を着用すべきである。足の凍症に対しては足を温かい、生理食塩水につけておくと軽減が得られる。糖尿病はしばしば凍症の原因となるため、糖尿病患者は、寒冷な土地への旅行を避けるなどの予防措置を講ずるべきである。 重度の刀傷では切断しなければならない。一度刀傷になると氷材性、深部性を問わず、再び寒冷にさらした時に刀傷になりやすくなる。刀傷後の死士を寒冷にさらすと、すぐに先端が紫色になったりじんした感覚になる。これは一年目が一番敏感で、長いと4、5年続くことがある。ありがとうございます。